こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でイコです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッターをお送りします。今回は練習試合を行います。勝ちの味を知らせる必要があるんで、この辺を真ん中かな。ピンタと2本新町ルドルフです。お、縦に。くるみ決めました。いいですね。今勝ちの味を覚えさせないといけないですね。なんでこれミスするんだ。これ単純なミスが多すぎます。やっぱりまずはね、基本、これ大事ですよ。基本のキックからもう舐めてかかってるんじゃないでしょうか。いけ。左据えた。本当だったらもう大勝ちしてもいいんですよ。さあ、ユーナ。これ1対1。ギリギリだよな。勝ち味を覚えさせる、これはゲームです。お、右サイドへ出しましたね。確実に決めるようなパスを出さないといけない。なんでこうなんだ。言うな。あ、試合終了だ。
うん、課題をいただいていない。あーなるほど、練習試合はダメなのか、評価変わらないんだ。公式戦で勝たないといけないですね。そうしないと評価上がらない。まなみ一気に上がってくるぞ。幸子、あー惜しい。え、なんで、あ、やばい。おお。これが怖い。入ってしまった。負け癖が完全についちゃってますね。二人しかもうできてない。ボールをまず確実につなげることを考えないといけないですね。お、あっと、右に出さなくていいのに。センタリング、月島が邪魔をする。うん、くるみが飛びましたね。あ、残念。お、月島外に出した。こちら側のスローインです。さあ、7個に。さあ、あとはセンタリングだ。返されてしまう。ダメですね。復調気配がない。粉キックになってしまいました。2点目入られてしまう。一回 N2 落ちた方がいいかもしれないよね。試合終了です。これはひどいな。完全にスランプから出し切れてない。
今日も支配率は高いんですよね。でも負けは負けです。さあ、佐世保ドッグスとの相手ですね。今勝ち点が5点差。疲れてる選手いないですね。はい、ということで、次からまた公式戦となります。公式戦は佐世保ドッグスとリマッセ大阪連続ですね。これは勝っておきたいところです。ということで、まあ不甲斐ない結果ではあり、まだスナンパー続いているっていう状態ではありますね。なんとか、ね、公式戦で覚醒してほしいがどうなりますか。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。